はいどうも、ヤトソフトの白夜です。今回もパワープロ2021年度版栄冠9プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、県大会準々決勝やっていきたいなと思います。さあ、ここはゲッツー体勢を取ります。低めでゴロ打たせて投げました。スライダーボール、ちょっと怖いな。第3球を投げました。カーブはボール。次は4球目、投げました。打った、これは強烈、やられた。伸びていったー、ホームランだ、ホームラン。あー、マジか。ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。ストライクを取りに行ったところを狙われます。あのホームランさえなければな、勝ってたかな。荒木さん終わっちゃった。はい、というわけで秋の県大会始まります。いやー、もう本当に悲しい。いや、もう去年っていうかこの前の夏いけると思ってたから、いやー、さすがに甲子園いけると思っててのこれやったから、ちょっと寂しい、悲しい。はい、というわけでオーダー紹介します。1番土橋、ミートと総力。2番上田、バントに阿部日つきました。で、3番、天才関川、あんまり打率は上がってない。4番は入野、プルヒチャンスへ。5番のと打率高いんですよね。6番、横尾、チャンス F けど盗塁 A を持ってますね。ミートとパワー高いね、本当に走力上げられない。で、7番が若林さん、パワー日つきました。8番には、打率低いな。で、9番エースナンバーするとのは天才 OB 赤堀さんです。関川はまあ途中で投げさせようかなという感じでいます。はい、宮野のな、ムールバツさえなければな、ちょっと入れたいんですけど、厳しい。こう、福原が結構打撃能力高いんですよね。まあ置いときますけど、はい、という感じでいきたいなと思います。初戦なんやからさ、ちょっとぐらい弱くしてや。ちょっと見まーす。あー、いいね。何これ、68、すご。伸び A 一発。星68って逆にすごない？わお。強いじゃん。強いじゃん、向こう。頼みをチャンス A、 チャンス A 発動してるんやから、頼みを入りの。投球はこれから3球目、空振り、タイミング合いません。全然タイミング合ってないやん。追い込んで投げました。これは、うわお、サードから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。広いな。これ負ける、もしかして。ツーアウトランナー一塁二塁という場面。とりあえずちょっと赤堀さんよう抑えてるよな、すごいと思う。第9投げた、アウトコース高め、ストレートは外れても、いや、いいね。第2球投げた、内角際どい球、ボール。投げた、高めの球から、まあダメでもね、関川がいるから。第4球を投げた、ボール。ここ出たら交代かな。さあ、5球目、低め、ボール球打った、1、2塁、よし、オッケー、スリーアウトチェンジ。赤堀、広島、追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、バッターは2年生、入野。ここまで2打席連続三振。よし、やっと決めたか、お前。よし、レフトセンター見送った、ホームラン。ゲーないわ、入野。よし、いや、やっと打ったか。まあこれならええわ、これやったらいいわ、許す。2アウトランナー1塁という場面、あー、よかった、打てた。第9投げた、横はね、もうちょっと打っていいと思う。打撃能力結構高いんやし。初球ストライクからインコース、外れてボール。第3球を投げました。いや、今の打ってよ。追
込んでから投げました。外のボール球、じゃないか。有山軽快な守備を見せました。スリーアウト。三原追う展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生スグロ。今日は三振とライト。よし、やっぱいいね赤堀さん。さあ次の投球。おお、いいね。まあちょっと球速落ちてきたし、ぼちぼち交代かな。追い込んで第3球を打ちました。ピッチ。よし。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。さあここはゲッツーシフトを敷きます。初球打ち。打ったか。一塁ランナー二塁を回った。よし、敵まで行こう。ナイスバッティングです。広島同点のピンチを迎えます。安岡ってどう？まあいっか。関川いきます。いないなあ。船木ファースト入れときます。よし、こっからが関川さんです。さあここを乗り越えて成長したい。さあここはゲッツー体勢を取ります。初球から。うわマジか。センター前クリーンヒット。ボールは中継。まだ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 同点、まだ同点、大丈夫。有山今日はここまで3打数ノーヒット。さあここはゲッツーシフトを敷きます。2塁ランナー3塁へファール。投球これから2球目。2球目ストライク。もう追い込んでいます。頼むよ。第3球。よし、オッケー。有山全くタイミングが合いません。数字が悪すぎる。第1球投げました。決まってストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目。打ちました。よし、セカンド。セカンド、これだ。オッケーオッケー。上田守備いいからね。チェンジ。8回までが終了しまして2対2。まあまあまあ同点なら大丈夫大丈夫。さあいよいよ最終回を迎えました。これ一発決めてくれへんかな。若林さん、パワヒン、パワヒン持ってるし、一発決めてくれたら嬉しいな。第2球。内角高め。全然いけるな向こうのピッチャー。まだ第3球を投げました。ストレートに送ってストライク。今の打ってほしかったな。投げました。あっと引っ掛けた。取りました。これでワンアウト。ランナーがありません。バッターは1年生2番。うわ、2番全然打ててないやん。ノーヒット1三振。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。投げた。決まった。ストライク。まずは見送りました。第2球投げた。ボール。いやでもな、いないしな、他投げた。三輪しかいないしな。バッター追い込まれました。しゃあない。さあ4球目。使うしかない。打ちました。あるボール。庭を使うしかないか。ボール。投球はこれから6球目。打ちました。これに当たり入れば勝ち越した。打球はそのまま伸びていく。うわ、入った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 。入ると思ってなかった。よっしゃ、ナイバッチには入ると思ってなかった。本気で入ると思ってなかった。リードで迎える9回です。ツーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生。おっとセーフティーバントだ。いやいいね上田。アウトか。まあまあまあ、マジか、入ると思ってなかった。この回の先頭バッター盛り上げよう。広島本気で入ると思ってなかった。多分手前で取られるんやろなーと思いながら見てたら入ったからびっくりした。第2球投げた。低めボール球打った。ピッチャー返し。バット取れない。藤枝いいバッティング。バッターは2年生鹿野。そっか、1点しかないんだった。あここはゲッツー体勢を取ります。全然まだまだ怖いな。第2球投げました。もう第3球を投げました。打った。引っ張った。んレフト前のヒットになります。怖いな。どうする。鹿野ナイスバッティングです。広島同点のピンチを迎えます。変えますか。
変化球の予想カレー。さあここはゲッツーシフトを敷きます。うわなんかえぐい曲がりしない。第2球あっ待って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 、簡単に追いつかれた。面で迎えるバッターは金村。すべてを超越した気迫と気迫のぶつかり合い。もうここお前で行くから。福原は出さないから。頼むよ安岡。第二球投げました。打ちました、いい当たり。センターへの打球。ああ怖。噛みました、ボールは中継。待って次犠牲フライで終わりじゃん。なおもピンチが続きます。バッターは2年生スグロ。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。機械のごとき精密さを発揮することができるか。投げました、直球ストライク。頼む、まずは決めてきました。本当に頼む。投げました、ストレート。ああ怖い怖い怖い。第3球を投げた、ボール。うー怖え。第4球を投げた、高めボールが。よし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 よっしゃー、スリーアウトチェンジ。よっしゃ、広島ダブルプレーでピンチをしのいでいます。あっぶね、9回までほんまに危ない。3対3です。試合はこれから延長に入ります。この回のトップバッターは関川。今日はここまで4打数1安打。投げた、初球はカットボール。あー残念なお知らせやば。あー次の4番の入野さん魔物持ってんだよな。勝てるわ勝てるわ、さすがに1点は取れるやろ。1点は取れるよな。はいごめんなさい、魔物使います。ええうわ危ね。まあダイソーもいないわ。うわのとは本当によう打ってるな、すごい。決めてくれて構わんよ。第2球投げました、これうんオッケー、ミートにしよう。第3球を投げました、カットボールはボール、内角へ。第4球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、取りました。うわ待って、1点取れないか。あれ取れると思ってたのに。思考が今解き放たれようとしています。第9投げました、直球ストライク。投球これから2球目、打ちました、落ちるね、これは落ちるわ。オッケーオッケー。レフト前ヒットになった、レフトからサードへ横、いいバッティングを見せました。広島勝ち越し。頼む若林さん頼む。ちょっと待って、まだ1本も打ててないか。外角高め。あーちょっと困ったな。投げた、決まった、ストライク。追い込んでから投げた、1球外した、ボール。怖っ、ここで打てんかったらマジで困る。打ちました、これはピッチャー正面。あ待って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 、アウト、スリーアウトチェンジ。マジか、マジか。魔物で取れんかったよどうすんのこれ、終わる試合。投げた、決まってストライク。まずは入れてきました、1球目ストライクから投げました、内角ボール球打った、ファール、1球外してボール。投球これから4球目、打ちました、オッケーピッチャー。安岡ボールを掴んだ、一塁へ送る、気迫を見せましたがここは及びません。先ほどからショートの守備に入っています大滝。第9投げました、初球空振り。いや本当にね怖いわ。投げました、打ちました、関川取った。一応関川はいるけどね、意外と安岡やってくれるな、結構頑張れるやん。第9投げました、もう投球これから2球目、外角低めいっぱいストライク。投げました、内角高め、高速シンカー外れてボール。
第4球を投げた、打ちました、ファールボール、投げた、打った、よし頼みよショート、2番ボールを取る、ボールはファーストへ、ヘッドスライディングは間に合いませんでした、アウトです。カトルコ延長13回の表、ついに変わったか、攻撃に入ります。ランナー2人を置いて迎えるバッターは野戸、広島一打勝ち越しの場面を迎えています。いや野戸さん頼む、1球目ストライクから第2球、シュートは空振り、ここで一発決めてくれたらな、本当にありがとう。打ちました、あそっか、あれか、あタイブレークか、忘れてた。第9初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした、取った、ピッチャーから一塁送球、有山取ってアウト、バッターは1年生若林、広島一打勝ち越しのチャンス、よっしゃ、ヒット、打球が転がっている、よしやった、いやーよかった、やっと点入った。まあさすがにタイブレークやし点入れなやばいんやけど、あーあぶね、どうしようかな、裏さすがに福原は怖いな。三原、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは大滝、行くか福原、交代か交代か、行くか福原じゃなくて交代やな、オッケー、関川行こう、広島なおもピンチが続きます。じゃあ若林さんを入れて、うんまあいっか、ムードバッテリーけど、よし、ここは中間守備を取りました、投げた、ボール、いやフォアボールはあかんで、本当に投げた、外のボール、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、オッケー、オッケー、オラッキー、これでワンアウト、ランナーはフルベース変わりません、しびれる、ここはゲッツー体勢を取ります、アルボール、中間守備かな、守備を取りました、追い込んでから投げた、高め、よし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 よっしゃー、アウト、ゲッツー、ゲームセット、広島、いや死闘やった、1回戦を見事勝利、あぶねー、やっぱ最後に関川がいてよかった、うーん関川いてよかったな、長かった、はいじゃあ次2回戦もう勝てますよ鬼